ブラニークとは、まあ、今送りましたこんな山です。さっき位置関係は示したね、ターボリより北、リパニとかプラハより南にある、なんかすごく緑っぽいところの中にある、これ、あの東高線東高線から引いてあるからちょっと見てもらうと600メートル程度ということで、大して高くもない山なんだな、そこそこの普通、そんなに高くない山だけれど、ここにあのビシェフラードの中でお話ししたあのバーツラフ一世、プセミスル、プセミスル朝のバーツラフかな、当てたか、の、騎士たちが、眠っていると言われている。で、祖国が危機に陥ったとき、それは、まあ、あの祖国が四方から同時に攻められてきたときに、その、聖バーツラフ率いる部隊の亡霊が、亡霊というか精霊たちが復活して、味方を守って敵を追い払って、くれるという伝説があると。でチェコは勝利するという話がある。でそれを描いた曲ではある、ということなんだけど、まあ、スメタナが描いたのはこんな感じ、まずリパイの戦いで、スズハが破れる、それが冒頭、バッバッバーバー、剣がパシンって弾かれて、剣がピンって飛んでいったのかな、でグチャーッと刺されて、兵士たちがズズズズって殺されていった。で、シンバルとかがそういうのを表現してくれて、バシャーンっていうトライアングルもそうだ、で静まり返るじゃないかと。で、ズン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 、静かなところが、これもな、初めて聞いた時は、なんやねん、この時間はと思ったけどね、これなんて言ってか、なんかスタッフとかみんながなんかやってるだけなんやねんと思ったけれども、これは敗走ですね、敗れた兵士たちが一人一人、テク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 、徒歩で、ブラニークに逃げていく様、ブラニークに逃げたわけね、リパニーが、まあ、兵士たちが敗れてブラニークに逃げていったというわけ、そんな伝説なわけで、逃げていく、スタッカートはそういう、これさ、メロディーはあのさっきの何時ら神の戦士のフレーズから取られててさ、それを変形したものになってるんだけど、要は神の名を唱えながら、戦士たちの名を唱えながら、逃げていってるという姿なんだね。結構僕もここそれを理解したところでだいぶ気に入っちゃってさ負けてる兵士たちの後ろ姿を想像してくださいよ。いろいろ兵士だけじゃないと、もしかしたら、周辺の町から逃げた、非戦闘員、子供、女、それから年老いた人々とかも一緒にもしかしたら山の方に逃げてったかもね。ちょっと分かんないけどね、分かんないけど、まあとにかく逃げていったわけですよ。でこうズン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 いやまだ戦えますよっていうやつがいたのかもしれないね、そういうふうに思うとちょっと結構納得いくんだけど、僕の中ではポルテンのところね、まだ戦えますよ、なんで逃げるんですか、わからないのか、あの勢力に対してもう、ま、俺たちの負けは決まってるんだよ、援軍を待つために逃げなきゃダメなんだ今はみたいな議論ももしかしたら兵士たちの中ではあったかもね、とか思うとそのポルテン結構僕お気に入りお気に入りです、そうやってザブ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 って威厳を持った、兵士たちもいて、なんていうかな、どう言ったらいいだろうな、なんかダブ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 ベースで頑張る時間帯あるじゃない、めちゃくちゃかっこいいところ、俺とか我々は戦いには負けたが精神では負けてないっていう威厳がその辺にあるような気がするな、そういう威厳を持ってダブ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 って弾いてくれるとかっこいいんじゃないかなと思って、で最後断末魔のように兵士たちが徐々にこう減っていって、行き倒れになるやつもいるのかな、わからない、とにかくどんどん減っていって、最後トランペットパッパッパー、そして木管がピッツッタ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 、神の名を呼んで、そして歴史の向こうへ消えていくと。で実際スメタナが描こうとしたのはこの後逃げていった兵士たちに味方が加勢するということで、いうことなんだけどね。でも僕はここからちょっと違う話をしようと思って、兵士たちは敗走していった。でここはまだ同じ話になる、逃げてたところではブラニークさんに、まあ、牧師、羊飼いたちがいると、
よく考えたら戦闘っていうのはまあそういう地域限定で起こってるんで、あのその他の地域は別に戦闘してるわけじゃない。だからブラニークのところにこう兵士たちがわらわらってやってきて、そこに戦火を呼んじゃうじゃん、来るなよみたいな感じだけれども、とにかくブラニークにはブラニークで、その山で羊飼いたちがいて、シャルマイ、まあ、ショームとか言われる大吠え の, あの先祖となる楽器を羊飼いたちが吹いていると、なんかいろんな形があるんですけど、羊飼いたちがそれを吹いてこうお互いにこう鳴き交わすと、こう大吠え、クラリネット、鳴き交わす、そしてホルンも応えてくる、そういうのも応えてくるよっていう静かな場面がある。弦楽器が入ってくる100小節目か、うん、なんかは要は夜配送していって、で朝がやってくる、じわっとね、間の時だね、あの太陽が昇ってないけれども空は知らんでいる、萌えの時間か、その時間帯が弦楽器、じわってくることでなんか明るくなってきて朝が来ようとしているっていうわけね。でずっと泣き交わす、美しく泣き交わす、この時間も最初聞いたときは長いなと思ったんだけど、今改めていろいろ把握した上で聞くと、ここでなんか 1,2 分ぐらいずっと F ルアーでなんかやるじゃないかと、長すぎるじゃないかと思う、これこそが実際の時間軸だと思うね。あの羊飼いの時間軸、モルダウで圧縮された歴史とかそんなんじゃなくて、朝の本当の羊飼いの時間であって、それこそまさに第4曲目でスメタナが見た景色と同じように平和な時間だと、平和の朝が来ている今、この山はまだ静か でそれが味わえる時間なんだから2分ぐらい、だから長ければ長いほど、その平和が尊く見えてくる、あのオーボエとクライネットとホルンが鳴き交わす、その声があればあるほど平和が美しく感じられる。だからこそ次モルにバーンって変化したときに、この平和は守らなければという思いが立ち上がってくるというわけね。練習記号あり、うん、いや、むしろね、むしろこの長い時間の平和こそ味わわなきゃいけないのね、僕らは。僕らというかお客さんもね、ぜひ味わってほしいんだ。あ、F でずっと子守歌の調子だし、F って眠いなーじゃないんだよ平和って素晴らしい、美しい、この子供たち、この羊飼いの子供たちとか守っていかなければ大人が、僕らがっていうという思いを新たにさせる時間なのね、これね。で、そして次なる戦いが始まる、攻めてくるものがある。次戦いが来ようとしたのはおそらくフス戦争だから十字軍と言いたいところなんだけど、僕はこれここからの話をするために今まで準備してきました。ここで僕はね、ちょっとで全然違う話を盛り込もうと思う。メタ構造をちょっと採用しようと思う。ここでも一体何すんねんっていう話なんだけど、プラハのある春音楽祭っていうのが開催されてます。ユーチャルードルフィニングで開催されたのは1946年から、おい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 、太平洋じゃあ第二次世界大戦翌年かってことよ。でそこから毎年切れることなく実はずっとやってたみたい。私 あの先輩方々はそれがどういうことを意味するかよく分かってるかと思うんですけれど、46年から切れることなくやってきて、切れたのはね、なんと一昨年だけらしいね、コロナでコロナで本当にすげえな感染症っていうのはと思いましたけれども、でまたあるんかな、もうまた再開されたはずなんだけど、でやってると。チェコの国民にとって、我が祖国は今でも生きているというわけね、みんな愛想し続けているわけだ。出来上がったのは1880年だけれども、今2011年だか2020年だかでもまだ愛想されている。このことをちょっと重く捉えようと思ってまして、私今回この絵を演奏するにあたって、スメタナの描いた通りに演奏するのももちろん正しい、それもいいと思うけれども、まあ、僕の解釈としてちょっと皆さん今回ちょっとこの解釈にちょっと乗っかってきてもらいたい。チェコの国民が今どういう思いでこいつを演奏しているんだろうということに思いを馳せるという、時間にしたいと思います。で、何が言いたいか、それはね、スメタナ以後の歴史を紐解くということなんですけど、で、ちょっと説明するから聞いておいてください。スメタナが亡くなった後、
カトリック教国だったチェコなんですけど、民族主義がボンバンバンバンで勃興してきて収めがたくなってきた。そして時が間もなくですね、第一次世界大戦に突入するというわけですよ。で、第一次世界大戦でオーストリア・ハンガリー二重帝国、つまりチェコがあった場所は敗戦してしまったようだ。敗戦してしまった。で、初めてね、民族運動の高めの結果、チェコスロバキア共和国ができた。チェコスロバキア、あ、チェコとスロバキアでくっついてて、今は違うけど、でもくっついてて、で、ちょっと、まあいろいろあるんだけどさ、これが。チェコスロバキア共和国が誕生した。ところがね、ドイツにもくっついてるからさ、で、ドイツ人もいたから、ズデーテン地方っていうのがあって、ズデーテンドイツ人っていうのがこう、いたんですね、チェコの西の方にか。で、この人たちと、その、チェコの間でこうね、だんだんね、民族の違い、スラブ系とドイツ系の違いでね、こう、圧力がだんだんこう高まっていくっていうね、そんなことが起こる。で、さらに、実はチェコとスロバキアも、チェコはドイツ系と仲良くしてきた。仲良くしてきたんだよ、結局のところ。別に仲悪かったわけじゃない。何度か一緒に暮らしてきた。で、今度スロバキアっていう国は、今度こっち、ハンガリーとかポーランドとか、なんかそっちの方か、もっと東の方と、組みしてたから、ちょっとね、考え方が違うんだよね。で、これがね、衝突してしまう。第二次世界大戦に入るとね、こういろいろと土地の駆け引きが行われる中ね、チェコスロバキア少しずつばらされていった、ズデーテン地方をドイツに割譲譲っちゃって、スロバキア南部地域をハンガリーに明け渡して、で国内では民族運動がバーッてまだまだ高まってて、でどうにも抑えがたい。チェコとスロバキアがぶつかるのもちょっとかなり厳しい状態になった。で、ここでチェコがドイツに助けを求める。これが重いんですよドイツ誰が支配していたか、もうヒトラーヒトラーが支配していた。そのヒトラーにもう国が抑えられないし、なんかいろいろこう会議やったけれどうまくいかなくて、チェコするわけちょっと孤立しちゃったんだよね。で、助けを求められる相手がもうドイツのナチスしかなかったから、ナチスに助けを求めたらナチスは攻め込んできたと軍を進軍させてきた。で、この攻めてきた時、攻めてきた時にこのチェコスロバキアの大統領ハーハさんっていう人がナチスからその話を、いや、もう我々はドイツ軍を進軍させた、占領するとか言ったのを聞かされて、もう卒倒したんだって。で、隣にいた医者が強心剤を注射することで何とか蘇生して、署名して、で、結局ドイツが入ってくるっていう、なんかそんな激しいストレスのある仕事があったんだそうですよ。で、これでね、ドイツが入ってきたことによって、チェコスロバキアはね、消滅してしまうんですね。代わりに言われた名前は、ベーメン・ベーメン保護区というドイツの、まあ、そういう保護区だというわけです。で、これの中で結局、やっぱナチスはひどかったと。ものすごい圧政を敷いた。とんでもないことやった。政治的迫害とかで粛清とかあるわけね。強制収容所で死亡したチェコ人の数は、3万6000人から5万5000人と言われている。うわスタジアム1個分かということになるね。それだけの人を迫害で殺したというわけだ。で、ユダヤ人もね、ずっといたわけよ。ユダヤ人は、まあね、もともと旧約聖書系のね、ユダヤ教だから、ちょっともうキリスト教とは分かれてたけど、彼ら、霊によってあれじゃないですか、富を築いていたというか、その銀行とか貸し借り業でなんとかこう地位を築いていたから、まあ、とりあえず財産を稼ぐからっていう、ずっと保護されてきた。なんとか置いといてもらってた。でも、ナチスが来たから、全員強制収容所送りになった。ということで、なんかね、11万8000人ぐらい、1930年にいた11万8000人いたけれど、もう45年にはほぼいなくなった、ゼロ人になった、ほぼ全員殺されたということですね。そんなことが起こったと、第二次世界大戦っていうのがあったというわけなんです。で、さらに進むと、第二次世界大戦が終わってどうなったか、ついにドイツが敗れて、で、ドイツを破ったのはソ連ですと。赤軍、赤軍艦がやってきて、で、ドイツを蹴散らした。で、やっと終わったというわけですよ。で、ソ連軍によってチェコスロバキアが解放されて、もう一回チェコスロバキアが一応蘇るんだけど、なんて言ったら今度はソ連ですから、社会主義を押し付けてきた。
民主主義じゃなくて社会主義を押し込まれてきた、ということでね、チェコスロバキア社会主義国、社会主義共和国、共和国だったかな、名前そんなのになっちゃったんですね。で最初はまだ緩やかだったんだけど、ちょっともう民主化への欲望がすごい高まっちゃって、で政治事変が発生するんですね。1968年、プラハの春という事変です。これ吹奏楽やってる人だね、聞いたことあるんですよね。プラハのための音楽1968っていうのがあるとかね、すごい重要なターニングポイントで、民主化活動、民主化運動するぞって言って、民主系のチェコスロバキア系の議員だったかな、こう大統領になって、一瞬民主化の塊を見せたんです。で、こういうプラハの春、46年から行われていたプラハのある音楽祭に合わせて、プラハの春って呼ばれている事件なんですね。ちなみに、今のスラブの春っていう、スラブが違う、アラブの春があったね。ごめん、間違えた。アラブの春があったね。それってこの名前から来てるんですね。でもそれの大元って、プラハのある音楽祭。ね、すごい歴史の流れですね、民主化すること、民主化になる喜びのことを、まあ、春とか言ったりするわけですが、プラハの春が起こったところが、これがまたすごい、それを感づいたロシアはワルシャワ条約機構、聞いたことあるけど、ワルシャワ条約機構っていう共産圏の、国で5カ国で徒党を組んで夜中に進軍してきた、プラハに初見進軍してきて、プラハを包囲しちゃって、戦車でで入れないみたいなことになって、強引に共産、自由化、民主化する流れを武力で鎮圧したという事件がある。これを単独ではチェコ事件というらしいですけれど、こうやってプラハの春は終わった。終わることによってどうなったかというと、警察国家になったというね、密告すると粛清されるっていう国になってしまったんだな。体制に対する不満を言おうものなら密告されて、で処刑される。この関係を、ね、やっていると、プロテスタント教会の、ね、こうその粛清の的になっちゃって崩壊してしまったんですよ。なので驚くべきことに、チェコ今、信者は何を信仰している人が一番多いですかって言われたら無神教なんですね60% が無神教だったから、びっくりだね。カトリックの国だったのに、飛全部がカトリックだったのに、プロテスタントとか宗教改革、ヤンクスの戦争、プロテスタントとか言って、自由とか求めて戦ってきたのに、すべてを潰されて、最後は共産主義に、イデオロギーに殺されて、無神論者が現在のチェコの 60% を占めるということになってしまいました。とてもね、すごいことだね、びっくりしちゃう。フス派とかね、1%、カトリックは 27%、プロテスタント 1%、 今はそんな割合だそうです。すごいことだねびっくりしちゃう。だけどこの後どうなったか、それがしばらく続いて、ね、クーベリックさんとかね、有名な指揮者ファンの方も多いかと思いますが、この政治事変を受けて亡命したりとかしてね、偉人もいっぱい亡命していったりしたんですよ。なんだけど、民主化の動きはもう一度高まるんだよね。それがソ連崩壊と、1988年ソ連崩壊、これによってチェコも動き始めた。1989年にね、初めは学生だったんだね。ナチスドイツにデモ隊を殺されたっていう事件が昔あって、第二次大戦の頃にその攻めてきた時に、9名殺された。でそれから50年目の節目にこう 学生でプラハ大学でデモが行われて、そのデモ隊1万人がプラハの中にあるバーツラフ広場に花を手向けていったっていうことがありまして、その写真とかもあるんだけど、まあ、ちょっと後で言うね。でバーツラフ広場でこう花を手向けて大きな集まりがあった。でそれに対して鎮圧 警官隊が、違う、軍隊が突入してきて、こうデモ隊を蹴散らした。でここがスイッチになって、ついに、国全体が動き出すと、国内のあらゆる企業とか、機関とかがいきなりストライキに入って、ゼネラルストライキ、ゼネストが起こった。そして1989年この、ね、デモストライキの結果、チェコは軍隊を動員することをやめて見送って、で、平和的に政権が移行したんですね。民主国家に切り替わった。チェコスロバキア
共和国、社会主義共和国じゃなくて共和国になったんです。民主化の自由を獲得した。これを、リロード革命と言いますと、これが1989年ですので、先輩方は多分当時そんなニュースを聞かれたんだと思います。僕は1986年生まれなので、その時は3歳で、残念ながらその事件のことはわからない、わからないけれど、それはもう一商人がいるレベルの事件ですと。そうなった。そうやってついに彼らは平和を手にしたんです。その後3年後かな、1991年に今度はチェコとスロバキア、相変わらず民族的にちょっと性質が違うから、うん、ちょっと分かれるかということになって、今度はビロード離婚と呼ばれる、国が分裂するというか分かれて、で今のチェコ共和国とスロバキア共和国かなに分かれて、で今の地図に至るという、そういう流れがありました。こんな話をねしたかったのね。で今から、この曲についてちょっともうちょっと話しておきたい。ボッカがあって、オーボエと、クラートホルンたちによるフルートたちによるボッカがあってそして攻め込んでくる敵は、十字軍じゃないものにしようと。ここからメタ構造を取り込もうと思う。攻めてきたものはナチスと。ナチスだ。なんならここから先3連符あるじゃない。この3連符むっちゃしんどいやんかと、長いやんか、何やねんこれって、休みもないしと思ってたけど、これにはちょっともう一つお話をちょっと投入しておく。この3連符にあともう1枚レイヤー入れるってずっと前から言ってたんだけど、それについて言うとね、1947年の大工の録音っていうのを僕たまたま入手して、会社の同期が、心優しい同期が、藤沢君こんなの聞くのって言われて渡してもらった、それ僕持ってない音源だったんですよ。フルトベングラーの、フルトベングラー、みんな聞く、フルトベングラー聞かないですよね、もうカラヤン以降ですよね。ですよ、フルトベングラーたまに聞く人いるんかな。僕衝撃、1947年大丈夫かなと思って聞き始めたんだけど、泣いたわ。すごい演奏だった、もうほんとすごかった。1947年、つまり戦争が終わって2年後、希望の足音、フルトベングラーが入場してくる足音すら録音されてるっていう、希望の足音が入ってて、バイロイト祝祭管弦楽団を引き連れて、バイロイト歌劇場か、ワーグナーのオペラしかやらないで、唯一例外が認められているのが大工っていう、そういう歌劇場で行われた演奏を聞いて、もう本当に感激しちゃって、すごかったんですよ、すごかったんですよ。ベースから始まる、ララ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 ラ、なんかすごいんだけど、異様な感動を覚えるのね。どんどん大きくなって、バイオリンが入ったところからもうこんなになっちゃった。僕ね、たまらんかったわ。でそこもすごかったけど、一番すごかったのは一番有名な合唱の場所あるでしょ、フロイデシェネケッテンフンケンとか、あれって86やないかも。ディタ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 、弦楽器の皆さん何回か弾いたことあるんですよ。ディタ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 、なんかちょっと似てるね、なんかちょっと似てないっていう、なん結構大工と似てるとこあるよね。パパー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 パラララパパーパパー、なんていうの、さっきのターブルそっくり、パパ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 パ引っ張ってきてるんだもんね。で僕が言いたいのは、その一番有名な合唱、練習記号 M だよね。何回かやってきても分かるよ、練習記号 M だよ。その前分かるよね、フーガがあるよね、男性合唱の時間があってさ、フロイディフロイディフロイディレールズムティリーベンって言った後、ちょっと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 パパ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 っていう86のフーガが2分か3分か続くじゃないですか。あれがもう、あれにもう私は打ち抜かれたんですよ。すごかったんだよね、なんだこれはと思って、これを聞いたら他のはもう受け付けられないと思った。何が感動したかって、その3連符は銃声だったんだよ。パパ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 パ、人を殺そうとだったんだよ。彼らはそれを見てたから、それを音にしたんだな。いや、すごい音だったわ。タタ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 、必死に弾いてる、ものすごいスピード、なんかちょっと聞いたやつより 1.2、3倍ぐらい速い、まず速い、タタ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 タ、でも狂気のようなスピードで突入していて、最後のパパー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 まで行くんだけどさ、
もう、あれを聞いてしまって、もう僕の祈りにはもう戦場が見えちゃって、で、もうあれ以来、もう生ぬるい演奏のことは認められなくなってしまった。まあ別にいいんだけど、普通に風化として処理していいんだけど、音楽は時に時を超えてですね、内容を変容していくことがあるということね。ベートーベンの第九が、その、1850年頃だっけ、ちょっと忘れた、何年頃か、ずいぶん前だよね、ナポレオン音楽のフランス革命を起こしての後の頃にできた曲だけれども、まあ、その頃も戦争はあったし、もしかしたらベートーベンそういうのを入れたかもしれないけれど、それを飛び越えて、100年以上も飛び越えて、1947年に第二次世界大戦の銃声を盛り込んだような演奏があったり、あるいはベルリンの壁が崩壊して、東西ドイツが統合された時の有名な演奏あるじゃないですか、大工のバーンスタイン、ユダヤ系アメリカ人バーンスタインが振った、大工、フロイデ、歓喜の部分を自由、フライハイトに置き換えて演奏されたという有名なやつですね。それってベートーベンが意図していたところをはるかに飛び越えて、別の意味を持たされているというわけですね。音楽は時にそういうことが起こり得るということで、僕はそれをここでやろうと思う。というか僕の意思というより、もしかして1946年からずっとプラハの春で演奏し続ける程度チェコ人はそんなことを思ってんじゃないかなと、そんな人もいるんじゃないかなと想像してるわけだから、この3連符で警官の3連符は僕は銃声および走り回る兵士たち、もう持つものは、なんだっけ、銃剣ってやつか、剣がついてて、なんか安っぽい銃よ、で安っぽい服着せられてた、鎧でもない、なんか防弾チョッキでもない、当たったら即死のようなのも着せられて走っていく兵士たち、向こうから来る、こっちから来る、あっちから来る、で銃弾が炸裂して、どこからか飛んできて、何しろ銃弾っていうのは音速より速いのかな、だから、あ、来たと思ったら、もう頭打ち抜かれている、っていうような、そんな世界。で、大砲が炸裂して、金髪にバーン、バタバタバーン、トランペットとかホルンとかが吹くのは、そういうのがこう周りで弾ける、弾けて足が飛んだり、手が飛んだり、首が飛んだり、そういうことが起こる、でそれを駆け抜けていくっていう音楽にしようかと思っているんです。だから、ものすごくね、アタック強く弾いてほしい、この3連符。何もついてないけど、バタ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 、ホルンとか、むっちゃ厳しいタイミングで入るけどさ、頑張って食らいついて。でぶっ殺してやると思いながらバババババって聞いてほしい。でそうやって盛り上がった最後クライマックス、練習記号 O を打ったところ、ここで僕は思い浮かべるのは、ね、崩れ落ちる兵士、スッティッティッタ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 ッって吹いてくれる木管楽器を頑張って吹いてほしいし、その後のトランペットも頑張ってほしいんだけど、崩れ落ちる兵士っていう、別にこれ例えでも何でもないんですよ。崩れ落ちる兵士っていう写真があるんです。聞いたことはある人いるかもしれませんね。ちょっと NHK でやってるの偶然見て僕びっくりしたんだけどね。ちょっと送るわ。崩れ落ちる兵士。この写真は、史上初めて人が殺害された瞬間を捉えたと言われる写真です。そんなこと見せないでくださいよって思うでしょう。安心してください。これは偽物です。これは偽物と言われています。面白いでしょ。でまるでバーンって撃たれて倒れたように見える、スペイン戦線で撮られた写真だと言われている。撮った人はロバート・キャパ、芸名ロバート・キャパ、本名はフリードリヒ・アンドレというユダヤ系の人だけど、ごめんちょっとね違うんだよ、フリードリヒ・アンドレという人に彼女がいて、ゲルダ・タロー、本名はゲルダ・ポホリエっていうんだけど、太郎はなんと信仰のあった岡本太郎、フランスに住んでた岡本太郎から撮ったらしいんだけど、そういうユダヤ系の、女の女性の写真家の女性戦争カメラマンの先駆けの人がいて、その2人で若い2人が、売れようと思って、ロバート・キャパっていう架空の偉大な写真家っていうのを作って、でロバート・キャパさんが撮った写真だよってこう出版社にこう、写真を売ってたりしたみたいな、そういう作戦でねやってた。でその2人が撮った写真なんだけど、撮ったのはゲルダの方です。女性の方が撮りました、男性の方は後ろの方で撮ってたんだよ、だけど、その後ゲルダは別の戦地で、スペインの戦地で味方の戦車に轢かれて死んでしまう。死んだ時は内臓が飛び出して、腸、腹が裂けて腸が飛び出して、それを手で押さえながら野戦病院に担ぎ上げられたけれども、そのまま死んでしまう26歳だったかな、なんかそういう人生を送って、
ですよ。で、この写真が有名になったのはゲルダの死後ということで、初めて人を殺した写真だとか言ってセンセーショナルになって、これが反戦の世論を誘導していくのに一役買ったと言われる写真です。いろんな新聞とかで取り上げられて、でそうだけど偽物だし、なんならアンドレが撮った写真ですらないということで、この秘密を彼はずっと一生もう何も語らなかったみたい。で代わりにロバート・キャパというその架空の写真家の名前をもう十字架のように自分で背負ってキャパと名乗って戦争カメラマンとして、ノルマンディ上陸作戦とかに従軍して銃弾が飛び交う中写真を撮ってすごいのを撮ってるんだけどね。でそんな人もなんか戦後日本にやってきて、昭和天皇なんかを写真に撮ったりもしたみたいだけれど、その後インドシナ戦争に行ってくれって日本でいる時に滞在する時に電話かかってきて、インドシナの方に行って、で地雷を踏んで死ぬっていうねうわーすごい十字架だと、恐ろしい戦争カメラマンとして従軍して死んでいったんだと思うんだけれど、この写真が偽物だとしても、でもこういうことがあったんだと思うよね、だからこそみんな反戦の世論が高まるわけですよ。だから僕はこの王を見るたびに崩れ落ちる兵士を思う。パッ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 、うわもう負けるってなるっていう、そういうのを、僕はここにね思うね。でそして218かホルンが出てくるよね、パー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 、フスの歌の一節第3節目の大事なフレーズが飛び出してくる。これで、初めてそうだな、勝ちがちょっと見えてくるわけだ。スメタナが描いた勝ちとはちょっと違う勝ちを描こうと思う。P でホルンが出てきて、そして Q でやっとまたエフドゥアに落ち着いて、でなんかちょっと穏やかなのがあるんです。これは本来はバーツラフの、聖バーツラフの幽霊というか、そういうのを描いたものかなと思うけれど、僕が思うのは、これは学生最初にデモをした学生たち、ビロード革命を起こしたバーツラフ広場に集まって花束を手向けていた学生たちかななんて思いながら、それがさ、徐々に大きな動きになっていく。パー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 ってフスの歌を歌いながらね盛り上がっていく。そして、R に入った時、ビロード革命のデモ隊の方針ズタジタジタズタジタジタの3連符はちょっと長めに弾いてって言ったけど、高貴な気分で弾いてねって言ったけれど、それは、誇り高い民主化を進めようとするデモ隊の一人一人だと思って弾いてほしいな。堂々とね。で、フスの歌から変形されて作った、スメタナが作った最高のメロディーだと思うけれども、このデュアの曲がね、流れて、そして、ギュタディトタタトタタトタタって言った時に、間開けてって言ったけれど、まあ、間開けないとピアノに落ちれないから開けるんだけど、そこでデスドゥアになる。デスドゥアってなかなか神秘的な調でね。で、そこから、チェコを覆っていた、気分的な曇りが、晴れに変わると、雲間から光がパーって入ってきて、タッ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 、光の粒って雨かなみたいなのがパラパラと光に照らされて落ちてきて、ボリビアの大地をうろしていくという、そういうね、なかなか、やばいね。ティッティッタ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 ッ、だんだん明るくなってくるわけね、ボリビアがね。やばいよ、これ。で、ダーダーダーで、蝶々の半音進行というとんでもない普通ありえないような音楽の進行を持ってどんどん明るくなって、アーになって、そして D にたどり着くと、最も明るい蝶だよね、希望の蝶だと思うんだけれど、ここでついにビロード革命が成し遂げられる、人々の自由、希望がここで叶う、万感の思いがある、ここには。だからすごい気持ち込めて聴いてほしいな。じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃって何度もしつこく言うのはもう、なんだろうな、とても強く歌いたかったんでしょうね、低音ね。で、296からこう、ファートロンボーンとトランペットのファーレが、なんていうかな、喜びに満ちてるわけですよ。
それ300小節前のイタリアとか。すごい喜びがあるんですよ。304ラシダソソファソララス和声外文っていうのが入っててね、そのデールワーの中にハーがあるんだけど、バイオリンだけな、フルータを吹いてない、伸ばしてるんだよね。面白いよね、ハー出るのにね。ラシダソソファソラってなのにラーラソソファソラになってるよね、メロディーが。面白いよね、そこなんでやらせないんだろうね、わかんないけど。でもバイオリンだけにあるんだけど、この和声概要にものすごい喜びがある、ラ、シ、ラ、ソ、ソ、ファ、ソ、ラ、ラ、ソ、ソ、このラの和声概要になる。そこにもすごい喜びがある。それからベースラインの、304か、で、で、で、フラットとかナチュラルとかついて下げてある音が、またこれまた心を揺さぶってくる。すごい大事な音。そこにティンパニと、トルワンアングルも活性して、ダンタッタンタンタンタッタッタンっていうこの部分がね、熱いんですよ。心揺さぶってくるんだよ。喜びに爆発してる。で、爆発して309タッ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 、ここからがね、ここからが僕の我が祖国全曲聴いた中で一番好きなところ。もう僕ははっきり言うけれど、ここが一番好き。309から落ち着いていく、一旦落ち着く、達成したやったーと思って落ち着く、落ち着いて、でボヘミアの大地に立つ。立ってみましょう、私立つ、みんなもちょっと立ってみて、ね、ボヘミアの大地に。でその地面を見渡してみて、地面先まで優しい風が吹いてるわけ。リラララ、ウリルルルルってバントあるよね。これ優しい、たよやかな風ですよ。ちょっとまた今度取り出すね。優しい風がこうリラリラリラリって吹いてて、じわーっとこうドミナント、トニックがこうしなやかに揺れて、で、風が止まる。落ち着いてね。W で止まる。止まって、この、ここが弾いてるメロディー。これが僕、ビルワーカー、ビルワーカー、これがもう僕だったらこう思う。僕はこう思ってる。でもチェコ人ももしかしたら思ってるかも。ボヘミアに眠るおそらく1億人ぐらいの人々にもし話しかけられたら、1億っていう数字はもう定理についていきました。つまりチェコの国民は今1000万人いるんですけれど、1000万人が100年で3世代、30年ずつ子供を産んだとして1000万、それが10世紀から、有史以来から求められてたから、1000年続いたとして、それだと単純計算すると3億人になるんだけれども、いや、人口っていうのは徐々に増えていくもんだから、軽く半分にしてみて1.5億人、いや、そんな割る2なんかじゃないだろう、もうちょっと下げて多分1億という見積もる。物理の人間はフェルミ推定ができなきゃいけない、桁を合わせるということができなきゃいけないなんて言われるんだけどね、1億人ぐらいいるだろう。いや、当たり前だよ。よくよく考えて、死んだ人はみんなそこに埋葬されるから、生きてきた全てのチェコの人間はチェコの大地に眠ってるからね。で、その大地に眠る人々にもし話ができるならと思って問いかける。僕は2つの疑問を問いかけるね。僕だったら、ね、チェコ人もそんなに問いかけてんじゃないかな。1つ目は、これはあなたたちが望んだ平和でしょうか。キリスト教カトリックの国ですらなくなってしまいました。全員無神教 60% の国です。もうこんなになってしまいました。だけど命が保障される国になった、命が続いていける国になった。自由も、抑圧されてた自由も解放されて、自由な言論ができる、そんな国になった。これで許してもらえますか。これでいいですか、という一つ。疑問形みたいに聞こえるんだよ。リリリリルルルル、上がってるから疑問形みたいに見える。僕はそう思ってる。疑問形。でもう一問。あなたたち全ての方々が享受できなかった幸せを私たちは享受していいのでしょうか。あなたたちに顔向けできない、とても命をかけて、この1000年かけて培ってきた平和を、私たち、受け取っていいのって、ね、そしたら、2問目、それが2問目。
たら答えは返ってくるんだな。優しく線の壁になってるになるけどね。優しく上から返ってくるんだよ。肯定系だ。リラリララ下がってるから肯定系。リラリララ高いとこから始まるから子供かな。子供からスタート。いいんだよいいんだよ。もしかしたら生まれる前に死んじゃった赤ちゃんとかもいたでしょう。そんな子たちもみんな祝福してくれるというわけだ。でみんなよ、女性、男性、それから、戦争で戦って死んでいた兵士、トランペット、あとコントラバス、それからホルン、だんだん音が下がっていって、男たちの声になって、いいんだ、それでいいんだと肯定してくれる。で、最後に願われ、この平和を守り抜けと。で、結構1000万人だ。目覚めるわけですよ。この平和をね、守り続けるってね、3年ぐらい。この3連符、最後の3連符は、チェコ、現在生きる1000万人の足音、と思って弾いてほしい。絶対に負けない、もう負けないぞと。いや、音多いなじゃないんだな。音多いなじゃなくて、圧倒的な物量なんですか、これ。そして未来に誓うと平和を守りますってね。アクセルがかかってピューイとなって、もう誰も邪魔できないっていうスピードになって、そして WA でフズハの歌が返ってくる。この歌は本当はフズの選手のための歌だったが、今はもう違う。神の戦士は、全てのチェコ国民だ。今まで生きてきた全ての命をつないできた国民全員が神の戦士だと、そうやって祝福される。そういうラスト。そして最後、王族を解雇するようなファンファーレで終わるわけだ。ハッパパパッ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 パ。ビシェフラードの頃にあったあのプシェミスル王朝が出てきた時みたいな音似てるじゃん、似てるじゃん。あれを鳴らして、いや王族が偉いのでもない、いや全てのチェコ国民が尊いのだと言って終わる。今のチェコ国民はどういう思いで我が祖国を聴いてたり演奏したりするんだろうな、こういう人もいるんじゃないかなって想像しているんですね、私は。でそれを今回音楽にしたいと思っている。だからもうはっきり言ってブラニークがもうとんでもない頂点にいるような気がしてならない。MCO 去年はブラームス4番をやって、あれもすごかった。解説してむっちゃ音変わってもう感動したけれど、あれ以上のことをやりたいと思って奥さんのアスカさんと2人で曲選びしてたんだ。プレイリストを A からルロイ・アンダーソンから探っていってた。何やろうかなと探ってて、シェーダーダードとかなかったけど、でも今はシェーダーダード売り時ではないってアスカさんが言って、でこうやってどんどん見てって S まで来てスメタナって見つけた時に、2巻でできるすごい曲があったなと思って思い出して、で早速家帰って聴いてみて、でいやこれはすごい、絶対に去年のブラームスよりもすごいことになるぞと思って選んだんだけど、結果調べたらもうすごい曲だったと。それがまあ僕が考える、我が祖国です。いや違うだろうみたいな、ないや違うだろう、いやバーツラフが助けに来た話だろうっていうのも、もうそれも正しいから別にそれを、なんか言うつもりなし、これも異端な意見だと思いますけれど、まあそう思ってちょっと演奏してくれると嬉しいなと思う。ミュシャは最後、希望の絵を描いたんだけれど、その後ナチに伝わって、で、愛国心をくすぐる罪というのを犯して、こう通風で報告されて拷問を受けて、間もなく出所したけれども死んでしまったと、そういうひどい目にあった。でそんなあのスラブジョジシ最後の絵2つあるんだけど、ちょっと誰か見てやって、あの菩提樹を囲む若者たちっていう絵が1つと、あと、あの未来へ向かって進むボヘミアの、 最後のなんていうかな、全てを統合したような絵が1枚あって、団結を象徴するなんか月桂花みたいなのを持ってる絵なんだけども、そういう絵を描いている。でスメタナもこんなエンディングを描いていた。チェコ民族がなんか尊く、喜びに包まれる未来を想像して描いていた。遥か先だった。だけど
なんか国民ならこう思うでしょう。スベルナさん、ミシャさん、ムハーさん、本当に素晴らしい芸術を作ってくださりありがとうございました。民族運動の励みになりました。素晴らしいものでした。だけれどもあなたが描いたものよりも世界はずっと過酷でした。平和を達成するのに恐ろしいまでの犠牲を出しました。でもついに成し遂げましたよということを言いたいかな、言いたいのかなって思っております。赤石さんが、ね、すごいね、スラブ女子誌見たんだって。こう現人現物を、羨ましい、羨ましい。敵がすごいんだよね。後で写真送ってください、はい、お願いします。もうチェコから出さないってチェコが言ってるみたいです。ね、冷たあ、ミシャのムハの孫が日本に出したことを激怒で怒ってたらしくてもう出さんぞみたいな感じになって、で壁画にした理由は等身大の人間を描いてるらしくて、だからその絵の前に立つとこのサイズの人間がこっちを見つめてきてるって絵らしいんだよね。だからギョッとするっていう没入感を生み出そうとして描かれた絵らしいんですよ。そういうものすごい気概があって、でそれを見た国民たちが頑張ったっていう歴史なんですが、これを、今回の解説とさせてもらいます。終わります。じゃあすまんが通すよ通すよ